なんすか、あれなんすかそのタオルは。今シャワー浴びたばっかりです僕。シャワー浴びたばっかりなんですよ。なんすか、はい、いや早くシャワー浴びないかなと待ってました。何を待ってんのよ。なんでシャワー浴びて。なんすか、モンさん、はい、卑怯丼でしょ。卑怯丼でしょ。そうですそうです。何もちょっとゆっくりさしてよ。いやいやいや、毎週、うん、この時間は卑怯度取るって決めてるじゃないですか。いい、それで言うと裏側はいいの。裏側はいいだから急いでシャワー見てきたんですよ。まあでも先週うまくいったじゃないですか。そう、でもあのね、はい、一生いっぱいだったんですけど、はい、あの前回鼻ね、はいはいはい、鼻のなんか作ってくれたじゃないですか。はい、だからあれなんかすごい作ってくれて、なんかすごい準備してくれたんだなって思うと、はい、こっちも頑張んなきゃなっていう気にはなりますよね。準備されちゃうとね。あれを僕が家で一人で作ってるのを想像してみてください。いやいや、おもろいけど、おもろいけど、それはそれで、今日の秘境なんですか。今日はこちらを用意しました。視界めっちゃ狭い。いや、何急にドラえもんみたいなの。何これ、作ってくれた、また作ってくれた、はい、これ明らかに手作り感すごい。これなんですか、これ何、これこう、え、何、それメガホンですね。メガホン、はい、メガホンこうでしょ。これなんで、どうなの。それを逆にして、覗いてみてください。あ、覗くの、はい、あ、どうですか。狭い、見えない見えない、これ分かる分かる分かる。こんな感じ、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 見えるかな、見えるかな。めっちゃ狭い。さては、はい、これをドズルさんにつけさせるのね。はい。これなんだっけ、もう視界めっちゃ狭いだっけ。そうです。そのネーミングセンスや。これをつけさせて、壊れないかな、つけさせて、はいはい、おーおーおー、いいっすね。こうね、どうすか、これ。いや、全然見えない。全然見えない。自分の手元が精一杯でしょ。これいいね。さすがにいけます。これはいける、これいけるけど、はい、どうやってつけさすのこれ。なんて言ってつけさせるのこれ。俺はドズルさんに、そこはあんま考えてなかったです。嘘でしょ。嘘でしょ。いや、もう作るのが精一杯で。これ なんやかんやで、ね、これをドズルさんに付けさせちゃいいのね。はい、そこはボンさんに任せますわ。そこ任せ、分かった、はい、そこはまあ頑張るわ。行きましょうか、はい、早速お願いします。あ、なんか作ってありがとう、ありがとう、作ってくれた。何やってるんですか。ワニ抱いてたんですか。なんでワニを抱いてたんですか。さっき確認しに来た時抱いてなかった。やめてください、やめてください、そういうのはいいでしょう、別にワニ抱いてたんですよ。言わなくていい、さっきとか言わなくていいでしょ。なんてこと言うんですか、なんてこと言うんですか、モーさん。なんすか、卑怯丼のお時間です。なんすか、もうなくなっちゃうからさ。なんですか、もう聞けなくなっちゃうから、さっきとか言ったら。ちょっとお願いしますよ。え、今日なんすか。今日は、はい、モーさん、とっておきっすよ。なんすか、卑怯丼、はい、とっておき、はい、もう怖いよ。え、なにこれ、え、なにこれ、なにこれ、風船爆破。え、風船爆破、これ、あれ、なんか空気入れて風船爆発するやつ、はい、これを、はい、ドズルさんに、はい、こう服の中にね、はい、入れてもらって、はい、爆発させるんだ。そういうことでしょ。それはいいね、とっておきだわ、それ。いいね、いいね、いいね、ボンさん。え、違うんすよ、今日は。違うって何。ボンさんの方に入れようと思ってて。なんでよ、なんでだよ。なんでだよ、なんで僕の方入れてどうすんのよ。だって意味ないじゃん、いきなり、うん、あの、どうするさんって言って、うん、服の中に風船入れて、うん、爆発させる勢いで、うん、それ卑怯すぎません。確かに卑怯だ。卑怯ですよね。確かに、それは、さすがに、どうすんだ、すいません、これちょっと入れてくださいは、はい、卑怯だ。それ卑怯だ、それ。でしょ？そう、それで引き、なんだ、どうすんだ、入れたら、はい、卑怯受け入れすぎだよ。いくらなんでも。そうでしょ？受け入れすぎだよ。はい、そう、俺、それだと、そう、ほんと俺卑怯者になっちゃうから。これを、なんか、俺の方に仕掛け、はい、仕掛けて、はい、何、どうする気なんすね。大丈夫です、大丈夫です。これ僕の、
力加減で、うん、膨らむ加減を調整できるんですよね。これ、はい、これ調整できるの。いやでも膨らむんでしょ、膨らんで割れんでしょ。いや、やだって。割れないように大丈夫です、調整します。え、任せてください。割れないように調整するの。はい、膨らむだけ。あんまりこう入れすぎないようにして、うん、はい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 、ボンさんは平常心でプレイできるんです。膨らんでくるけど、はい、割れない。割れないです。トツーさんはちょっと隣で膨らんでるから怖いっていうか、ビビる、ビビるのね。はいはい、トツーさんはだから気が気じゃない状態にさせるっていうそっちの卑怯ね。はい、そりゃちょうどいいわちょうどいい、ちょうどいいですよね。ちょうどいい、絶対割らないで。絶対割らないです、はい、絶対割らない。大丈夫です、怖いからね。頼むよ、頼む頼む、それは頼む。はい、それは頼む。笑ってんだよ。いやいやいや、笑ってんだもん。ちょっとちょっと、ま、笑わない、笑わない、笑わってもいいや。じゃあ頼むよ。はい、頼む、真剣にやってよ。わかりました。絶対笑わないで、任せてください。じゃあいきますか。はい、ちょっとなんすか、なんすか、坊さん、こんなとこに卑怯道のお時間が。え、今、ここ今、卑怯道？卑怯道ですよ。ここでやる。なんもう、卑怯道さ、はい、ちょっと前回の卑怯道、はい、風船のやつ、ほんとさ、おきばか、うちの。じゃあ、絶対無理だ。頼むよ。いや、あれはね、うん、最高傑作でしたもん。いや、はい、マジで、なんでも卑怯じゃないよ、あんなの。もうさ、こっちがなんかもうこんなになってさ、もうさ、ちょっとさ、ちゃんと卑怯しよう。もうその風船の時の T シャツと一緒じゃないですか。うん、これは本当に偶然。これは本当に偶然。ポップくんでしょ、はい、これ偶然、本当に偶然です。無事だったんですね。無事ですよ、無事。T シャツが弾けたら大変なことよ。まあ、いつもいつも肌だったらね、確かにボンさんも。そう、持たないから。はい、卑怯持たないよ。今日はこちらを持ってきました。何すか、今日の卑怯。え？ 3D メガネ。そのドラえもんみたいな言い方、何なんですか。え、何これ 3D メガネ、赤と青ってこれだ、浮いて見えるやつでしょ。はい、 3D メガネ。まあ、今回は、うん、その浮く浮かないっていうわけじゃなくて、赤色と青色になってるじゃないですか。はいはいはい、なってるなってるね、はい、まあ、前ボンさんよく言ってたじゃないですか、サングラスかけたらコウモリが見えにくいって。そうなんだよ、本当に黒いやつがすげえ見えにくいんですよ、はい、本当にこれは。だから今回は、はい、ドズルに青と赤のカードを見えなくさせてやろうと。なるほどね、はい、あ、同じ色だから、はい、見えないわけ、赤と青が。天才卑怯の天才ですか、あなた。あ、これはいいよ、これをドズルさんにかけさせて、はい、やらせれば赤と青が見えないって寸法ね。そうです、最高。いうのあった、最高最高。で、まあボンさんは、うん、ね、そのまんま戦って、この戦って、はい、だドズさんにさすがにもうサングラスかけましょうと、はい、ゴムのね状態でやりましょうと、はい、これ渡せばいいの。オッケーオッケー、こんぐらいでいい、いい塩梅よ。こいい塩梅、行こう行こう。クラルは卑怯道ね、はい、見て見て、デッキできた。赤青デッキ、赤青デッキできました。でも全く見えないかもしれないからね、向こうで何出してるのか分かんなくて。全く見えないかもしれない。全く見えない可能性あるから、これいけるでしょ、見えなきゃいけるでしょ、さすがに。行こう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 。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。